ラブるんだよ。今回は僕の友達のタッキーを紹介するよ。名前はタッキー。猫型ロボットなんだ。誰がいつどこで何のために作ったのかは不明なんだって。プロトタイプだから設計が甘いみたいで、昔からずっと首のネジが緩んでてよく首が取れちゃってるんだ。最近は製造からかなり時間が経っちゃったからか、首だけじゃなくて手足までバラバラになっちゃうことがあるよ。でもその状態でも普通におしゃべりできちゃうし、それぞれのパーツがゴロゴロ移動できちゃうみたい。一体どうなってるの？実はものすごくハイレベルな技術が使われてるのかも。初めて登場したのはプールンと同じでパズルボブル2。その後もプールンと同じ作品に登場してて、隠しキャラとしてパズルボブル4、アーケード版のスーパーパズルボブル、そしてパズルボブルエブリバブルに出てるよ。猫だからかすごく気分屋で気まぐれな性格なんだ。前タッキーのところへ遊びに行って一緒にパズルボブルを遊んだんだけど、すぐに飽きて突然お昼寝し始めちゃって、起きたと思ったらお出かけするから一緒に行くなって言い始めたことがあったよ。誕生日は8月1日。タッキーの語呂合わせで覚えてね。最初に作られてから12年経ってるみたいだよ。でもタッキー的にはまだ自分は最新鋭のロボだと思ってるみたい。プールンとは同じパズルボブル2出身の幼馴染だから仲がいいみたい。よくお互いのことをからかってるけど、喧嘩するほど仲がいいっていうよね。ボブルンはタッキーの構造や技術がすごく気になるみたいで、よく遊びに行ってるよ。パズルボブル2の時はバブルワールドに住んでたけど、今はレインボーアイランドのレインボーファクトリーに住み着いてるよ。周りが自分と同じ機械ばっかりだから安心するんだって。レインボーファクトリーの機械を使って自分の予備パーツを作ったり、自分を元に後継機を作ろうとしてるみたい。好きなものはモナカ。パリッとした皮であんを包んだ和菓子だね。あんこ自体も好きみたいなんだけど、ふわふわの生地よりもパリパリの皮であんこを包んである方が食感が面白くて好きなんだって。ちなみにモナカのパリパリの皮はお餅で作られてるんだって。知らなかった。嫌いなものは水と泡。故障の原因になっちゃうから嫌いなんだって。だからタッキーに向かって泡を吐くとものすごく怒られちゃうよ。特技は目からビームを出すこと。ここぞという時に目からビームを出してくるよ。目からビームってなんだかものすごく強そうでかっこいいけど、実はこのビームただのレーザーライトだから破壊力はないみたい。タッキーも知らないみたいだから内緒だよ。破壊力はなくても目からビームって憧れちゃうよね。僕もビーム出せるようにならないかな。趣味は分析すること。自分の中に内蔵されてるスーパーコンピューターでいろいろなことを分析してるらしいんだけど、製造から12年経ってるからボブルンが言うには今の最新型の機械と比べちゃうと大したことないみたい。でも自分に取り入れられそうな最新技術を調べるのも好きみたいだから、そのうち自分で大幅アップデートをして最新の AI 技術を取り入れてパズルボブルのボスキャラクターになれるぐらい最強の存在になっちゃったりして、将来の夢は超巨大ロボになって正義の味方になることなんだって。目からビームを出す超巨大ロボ、かっこいい。男の子の憧れだよね。 AI 技術を取り入れたり苦手な水や泡を克服できてたらさらに最強かも。そんなタッキーを見てみたいから僕もタッキーの夢を応援したいな。タッキーの紹介どうだった？次は
ズルボブル4で初登場した僕のライバルデビルンの紹介をしたいと思うよ。次回も楽しみにしててね。